はいこんにちはレトスのお野です2月12日の3問に入ります勉強しても実力が上がってこないそんな悩みありませんでしょうかそんな方に実力が上がる問題の解き方についてお伝えをいたしますこの動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきますまた動画の最後にもお知らせいたします では、問1に入ります。A には妻 B、子 C があり A は C に A 所有の資産全部を相続させ A の事業も承継させたいと考えているが B が反対している場合 A は B が反対していることを理由として遺言で B を相続人から排除することができるルか×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください答えは×ですね 排除とは非相続人に対して虐待侮辱非行などがある場合虐待等を行った者から相続権を奪い取ることを言うんですねつまり排除できる場合っていうのは非相続人に対して虐待侮辱非行などがある場合に限られるんですね単に非相続人の相続の考えについて反対しているだけでは排除することはできませんなので誤りになります ちなみに、こういった自由に該当していて、排除する場合は、非相続人が生前に家庭裁判所に請求をして行います。つまり、単に書面に書いただけでは排除することできませんので注意しておきましょう。で、問いにですね、地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置き場1区画、 園芸用地3区画に分割した上でこれらを別々に売却する場合 B は宅建業の免許は必要である○丸か×かという問題ですで B は免許必要なので答えは丸なんですけれどもまず用途地域内の土地っていうのは原則宅地扱いなんですねただ例外として、まあ、政令で定める公共施設用地例えば道路とか、まあ、そういったものについては宅地には該当しません で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。そして宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。 そのため、この理解の仕方については、個別指導で詳しく解説しています。今回の問題については、その理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか。こういったところを苦手にしている方って、やっぱり意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。でその理解の仕方について、個別指導で詳しく解説していますので、個別指導をぜひご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。 で、問い3ですね。開発許可についてです。市街,区域において市街地再開発事業の施工として行う5000平米の土地の区画形質の変更行為は、開発許可が必要である、丸かツかという問題ですね。で、答えはツです。市街地再開発事業の施工として行う開発行為っていうのは、許可不要です。これは開発許可不要の例外に当たるんですね。なので、もう開発許可不要なんだということです。 でここでは開発許可不要の例外についてはこれ書いてないんですねただおそらくお持ちの教材とかまとまっていると思いますのでそちらご確認の上まとめて頭に入れていただければと思いますで初めにもお伝えをした実力がある問題の解き方について動画の方真ん中に入れておきますまた動画の下の概要欄にも URL 貼っておきますのでそちらからもご確認ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした